はい、どうも、ティカでーす。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画がいいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、PS4 弾阪神は誰が来るかについて触れていきたいなと思います。はい、というわけでね、まぁ、今回は先にね、サムネを作って、動画の方をね、後で撮っているんで、まぁ、おそらくね、誰を紹介するのかっていうのはサムネ見たら分かってるんじゃないかなと思います。で、この PS4 弾はね、7月29日、このね、セレクションが29日の12時59分までなんで、これが終わったら、おそらくね、TS4 弾が来ると思いますし、 TS4 弾が終わるとね、そのままスピリーズがやってくるというわけで、この TS4 弾はね、まあ、今回は阪神の選手しか話しませんが、他球団に関してもね、この TS4 弾のね、登場選手っていうのはね、スピリーグに大きく関わってくる球団っていうのもね、結構あるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、まずはね、今年の TS 第1弾から3弾振り返っていきたいなと思うんですが、まず1弾がね、藤波さん、これが既存の先発で、続いて TS 第2弾が矢野監督、ここも過去に登場したことある既存のキャッチャーです。で、 TS 3弾が江草さん、というわけでね、ここが初めて新規で登場した選手となってます。というわけでね、現在阪神は既存新規と来ています。で、投手が2、野手が1となってます。で、4月ぐらいに上げた動画でも喋ったんですが、阪神に関しては過去の TS がね、すべて野手の方が多い比率となってて、まあ2対4やったり2対3やったりとなってます。というわけでね、まあその辺から考えると、まあ残りの4、5、6弾全部野手が来るんじゃないかなと思ってます。で、現状ね、新規が1、既存が2という形なんで、まあ新規の野手の可能性もありますし、既存の野手の可能性もあるというわけで、まあ誰が来てもおかしくないかなっていうのがサムネの4人かなとなってます。それではね、サムネにしてある4人をね、紹介していきたいなと思います。はい、というわけでね、まずは一人目、新庄さんです。阪神版の新庄さんに関しては、2019年の OB が唯一の登場となってます。で、能力の方が、弾道高弾道のミートから71、78、78のパスを同値。で、称号をすれば、パワー A か総力 A は狙えます。で、守備適性がね、やっぱこの新庄さんは魅力的で、センターがね、特殊でエースいける能力となってます。で、両翼も、凸なしで可能な B となってます。で、ウラン三世がね、補給から75、83、95というわけでね、まあ、このね、新庄さんに関してはね、まあ、阪神純正もそうですが、12球団勢の方でも結構ね、待ってる方多いイメージがあります。ただね、特殊能力がね、超プルヒッターチャンス対左投手というわけで、まあプルヒッターを持ってるんですよね。まあそれでもね、まあこの新庄さんに関してはね、まあセンター適性がね、特殊でエースいけるんで、結構ね、もうツイッターとか見てても欲しいよっていう方ね、多いかなという印象です。で、自分に関してもね、まあこの新庄さんが一番欲しいかなと思います。で、新庄さんに関してはね、2018年に日本ハム版、2019年に阪神版、2020年に日本ハム版とね、OB が来ていたんで、去年のね、2021年に阪神版のね、OB 来るんじゃないかって言われてたんですが、去年ね、なんと日本ハムでも阪神でも登場しなかったんですよね。まあ、なので、18年から日本ハム、阪神、日本ハム休みという順番になってます。というわけで、まあ、今年ね、日本ハムのね、監督になられたんで、日本ハムでね、来る可能性もありますし、順番的に言うとね、まあ、日本ハム、阪神、日本ハムと来てるんで、阪神で今年来る可能性もあるかなっていうところなんで、まあ、ここはね、どっちで来るかっていうのは難しいところかなと思います。まあ、ただね、糸井さんがね、毎年2018年からかな、日本ハムオリックス、日本ハムオリックスと来ていて、去年がねオリックスやったんで、まあ、今年はね順番的に言うと日本ハムの年となってます。ただね、糸井さんのね日本ハム版に関してはね、毎年3弾で来ていたんで、まあ、ここね3弾で来なかったっていうのが初めてなので、まあ、このね新庄さんが出る布石っていう可能性もあるんで、まあ、この新庄さんに関してはね、本当どっちで出てもおかしくない選手かなと思います。まあ、個人的にはね、阪神純正なんで、もちろん阪神版を待ってます。で、2人目が福留さんです。福留さんに関してはね、2019年以降は TS1 弾、2018年が TS2 弾かな。で、16年からね、毎年中日でもう TS ではね常連やったんですが、今年はね TS1 弾2弾3弾とね、まだこの中日版の福留さんが登場していません。で、中日版のね福留さんに関してはね、最強決定戦のねオールスターリーグとかね、まあリーグ戦とか結構ね必須級の選手かなと思うんですが、このタイミングで、ね、登場していないんで、まあ阪神版っていう可能性はね結構あるんじゃないかなと思います。で、阪神版のね福留さんが出るとしたら、このね2017年のシリーズ版かなと思うので、まあ、こちらをね紹介しようかなと思います。弾道がねラインドライブでミートから80、71、64となってます。というわけでね、まあ中日版はね弾道高弾道で、称号でねミパエ同値可能っていうところなんで、まあそこにはね及ばないんですが、まあ全然ね強い能力かなと思います。まあというわけでね、まあ阪神純正はここ出たら特に取った方がいい選手かなと思います。で、守備適性もねライトのみなんですが、ライト B の70となってます。で、ここはねもしかしたらレフト適性つく可能性もゼロではないかなと思います。で、ウラン三世が補給から82、83、70というわけで、まあ新庄さんのね95の型を見た後なんで、型はね少し見劣りするかなと思うんですが、もう補給もねスローイングも A というわけで全然強いかなと思います。で、特殊能力が超選球眼初球というわけで、まあ、この時代ね特殊能力が2つしかなかったんで、3つ目は分かんないですが、まあ、特殊能力に関
関してはね少し微妙なところかなと思います。まあ初球っていうのがね1球ねストライクを見逃しちゃうとねもう消えちゃう特殊能力となってるんで、まあ選球眼だけど、でまあ3つ目に何つくか次第ではまあこの福留選手ね強さっていうのが全然変わってくる選手かなと思います。でもう一つね紹介しておくと2018年のシリーズ1のも強くて、まあミート A っていうところは切ってるんですが、ミパワードーチ可能でライトも B でレフト適性も66と高くて呼吸とかもね高くて特殊能力もねラインドライブとチャンスなんでまあ強いと。というわけでまあ17年で出てこなかったらこの18年のシリーズ1のが出てくるんじゃないかなと思います。続いて3人目は大和選手です。大和選手に関しては2年前の TS 第2弾で阪神版の TS が初登場しました。で能力のが弾道低弾道でミートから67、56、79というわけで称号で総力 A が狙えます。でまあねこれだけ見てると低弾道の総力型というわけで微妙かなと思うんですが、守備適性がすごくてキャッチャー以外全部できます。でさらにねセンターがデフォルトで A で二遊間もね78なんで、まあ惜しくもね A っていうところは狙えないんですが、めちゃくちゃ広い守備範囲です。でこれがねどれくらい広いかっていうと、阪神のねセカンドの最高適性が今年はもうね TS 対象外れちゃったんですが、去年までね対象だった平野選手、ここがセカンド82となってます。まあなんでおそらくこの次に広い選手のはずです。でショートに関しては今年もね TS 対象の藤コーチ、ここがショート82というわけで、まあ二遊間のね最高適性が82なんで、まあそこに続く2番目の守備適性の広さとなってます。でさらにね両翼に関してはね C の69あるんで、サブポジの適性を1上げると B にすることができます。というわけで、まあ、サブポジをね1上げてあげるだけで外野オール B 以上で、内野も二遊間が B となるんで、もう本当にね、まあ、自分はねこの大和さんをね2年前に獲得して、特殊でねサブポジ1上げて、最初はねセンターで使ってたりしてたんですが、今ではねもうベンチに入れて、もう誰かに代打出した時にセンターに入れたりねライトに入れたりとかしてるんで、まあ大和さんがね出てもまあ表のスタンスだけ見るとね見劣りしますが、スピリーグではね結構必要な選手だなと思います。で特殊能力が流し打ち、粘り打ち、守備職人となってます。そして最後4人目は新井亮太さんです。新井亮太さんに関しては過去にね S ランクがプロスピで登場したことはありません。で出てくるならに2012年の成績かなと思います。というわけで一部ね成績を紹介すると、打率が2割8分0厘、打点が32、ホームランが11本、盗塁が0、安打が90となってます。まあね2012年か13年のね成績かで迷ったんですが、ホームランに関してはね13年の方が打ってるんですけど、打率に関してはね2012年の方が高かったんで12年の方を採用させていただきました。で弾道に関してはね、まあ、今年今岡さんがね出る年やったというところで、まあ、そこの置き換えとしてアーティストで出てくるんじゃないかなと思います。で表の算数に関してはミートからね64、74、67ぐらいで出てくるんじゃないかなと予想します。まあ、なんで完全パワー型、ただしパワー A は狙えないぐらいかなと思います。で守備適性はね、まあ、ファーストかサードどっちかメインで出てくるかなと思います。一応ね2012年はねサードがねおそらく一番試合出場は多いんですが、まあファーストで出てたりライトやレフトで出てたりもしてるんで、まあおそらくファースト、サード、ライト、レフトっていうところは適性あるかなと思います。でまあ特殊能力に関してはね、まあアーティストとかチャンス、広角とか、まあこのあたり持ってたらもう迷いなく獲得しに行ってもいいかなと思います。まあただねファースト、サード、レフト、ライトっていうと阪神純正だとね持ってる方はねバースがいたり、掛布さんがいたり、金本さんがいたり、真由美さんがいたりで、現役だとマルテがいたり、大山さんがいたり、ロハスやサンズがいたり、サトテルがいたりってするんでね、まあ迷うかもしれないですが、まあアーティストっていうところなんで、まあ掛布さんとかバースとか持ってない方でね、もし4段でここ来たら全然取りに行くのはありかなと思います。はい、というわけでね、今回は TS4 段のね、候補選手紹介していきました。いかがだったでしょうか？いや、というわけでね、まあ、今回ね、紹介した選手以外にもね、まあ、候補選手はいると思うんで、もしよければね、こんな選手出るんじゃないかなっていう選手がいれば、ぜひともね、コメント欄で教えていただければなと思います。で、イベントに関してはね、まあ、順番的に言ったらね、まあ、おそらくバッティングトラベラーが来るんじゃないかなと思います。で、ランキングに関してはね、まあ、例年 TS4 段は、1000エナジーもかからないって言われてるんで、まあ、時間がある方はね、ガチャじゃなくて、ランキングはした方がいいかなと思います。で、自分に関してはね、まあ、ランキングはしてる暇がないんで、累計で当たらなければ、まあ、新庄さんとかね、福留さんであればガチャ引こうかなとは思います。で、自分のね、登場予想としては、本命が新庄さん、最高が福留さん、で、大穴で山津さんや新井亮太さんにしようかなと思います。もう本当にね、自分のスピリーグにね、出るオーダーとしては、もうほぼほぼね、まあ、このオーダーで決まりというわけで、もうね、真由美さんをね、ライトにして、テルを外して、新庄さんをね、センターに入れて、ってするとね、もう本当に自分の中では一番ね、理想のオーダーになるかなと思うんで、まあ新庄さんがね個人的には出てほしいかなと思います。あ、一応山津さん見せとこうかな。山津さんはこんな感じです。はい、なんで、もし山津さんが出て持ってないよっていう方はここ獲得しておくと、ここ先、守備交代に困りません。それではね、今回の動画はこの辺で終わり
たいと思います。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画いいなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。